シャルル・ファブリ・シャルル・ファブリはフランスの物理学者、天文学者である。ペローと共にファブリ・ペロー干渉系を発明し、大気上層のオゾン層が太陽からの紫外線を吸収することを発見した。マルセイユに生まれ、1894年にマルセイユ大学のスタッフとなった。はじめ、光の干渉の研究を行い、1899年、アルフレッド・ペローと共に ファブリッペロー干渉計を発明した。太陽や光星のスペクトルの研究を行い、太陽の紫外線が大気上層のオゾン層によって吸収されることを示した。1921年にソルボンヌ大学の教授となり、工学研究所エルアンスティ t チュディオプティック高等工学学校の初代の所長となった。 著書にレア,アプリケーションズでインターフェアレンスルミネセス、フィジックやストロフェジークがある。1918年にランフォードメダル、1919年にヘンリー・ドレーパーメダル、1921年フランクリンメダルを受賞した。ありがとうございます。